君は誰だ。あなたは誰。あ、なんだ、夢か。間宮王たる、出ろ。ジャパネスバレだぜ。時刻は10月1日午前7時。おはようジャポネスの時間です。本日は大変いい天気ですが、プラズマ雲発生率 80%、 たこ揚げは非常に危険です。さて、今日プラズマが怖くて将棋が指せるかってんだ。魚だ魚だ。お願いします。息の良さはジャポネス1で。ドラララ。おお、後で店に寄ってくんな。はいよ、魚だ魚だ。おお、ボタル。ああ、ちょっと。昨夜は帰らなかったんだってな。あ、あのヤチは今月必ず、あのアジのいいのが入ってますぜ。ほう、中袋から。もちろん。よくできてんの。こいつはすげえ。なんだ。ボタル、お前も見ていかんかい。おお、なんでなんで、ケンジンさん。これじゃよ、これ。白加減な一世一代の買い物じゃい。お、汎用マリオネット、ジェミニちゃんじゃ。俺、挨拶せんね。ジェミニと申します。よろしくお願いいたします。あ、いや、あの、こちらこそ。どうじゃい、ホタル。ああ、いいね、なかなか可愛いじゃん。可愛い？おいおいおい、ホタル、こいつはマリオネットだぜ。そんなことは分かってない。オタルはマリオネットに感情移入しちゃうんだよな。そんなんじゃねえや、ベラボメ。なんせこの最新型死ぬほど高かったからの。よく言うぜ、レンタルしただけだろうが。そのレンタル料が死ぬほど高かったんじゃ。見ろこの足、これを枕にすっと天にも昇る心持ちだそうじゃ。おお。その上耳かけ機能もついとるんじゃよ。おっと、それは伝説の膝枕耳かきってやつだな。そいつはすげえや。やろじゃろ。あ、いけね、魚が腐れちまう。仕事仕事。ああ、危ねえ。なんでありゃ。上州屋のバカ息子だぜ。さすがお坊ちゃま、見事なドライビング。ふんふん、当たり前のこと言うなよ、ピンスケ。マイトリー、またよろしく。いやいや、い危ねえじゃねえか。てめえは。おやおや、誰かと思ったらオタルくんじゃないか。花形てめえ、売り物の魚台無しにしやがってよ。この始末どうつける気で。売り物。ああ、嘆かわしい。僕は親友として恥ずかしいよ。誰が親友だ。キザの国からキザ広めに来たようなてめえなんざ親友なもんけ。こいつお坊ちゃまに向かって。貧乏とは辛いもんだな、オタルくん。仕事なんてマリオネットに任せて、僕たちは人生をエンジョイすべきなんでないの。あいやー、君はマリオネットを持ってないんだったね。なんならうちの一台貸してやろうか。大きなお世話で。俺は好きで働いてんだよ。マリオネット働かしててめえは遊んでるなんざ性に合わねえんだよ。ボテフリは昔から男の仕事と決まってるんで。意地を張るなよ、金に困ってるんだろ。だったらそのうお、この花形ミツルギが全部買ってやろうじゃないか。さすがお坊ちゃま、太っ腹。私は三段腹。うんふん、おいくらかな。バカにすんなよ。豚に食わす魚はあってもてめえに食わす魚はねえ。人が親切で言ってるのに、どうやら君にはきついお灸が必要なようだね。そいつはこっちのセリフで。いつも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 仕事の邪魔しやがって。今日という今日は勘弁なんで、表出ろい。ここは表だけど。悪く思わんでくれよ、オタル君。これもまた友情の一つの形。いやー悲しい。つがい、これ抜かすと頭から塩かけて食っちまうぞ。こんな生意気な。
やってしまえ。あとはおめえだけだ、花形。ああ、あ、やりましたね、お坊ちゃま。貴様らも飛び込め。え、クセモノ発見。辰巳の方角へ移動中。捕捉した。ガルトラントの手のものと思われるが、目的は不明。つい捕獲する。了解。どこだ。あ、ジャポネス歴史資料館。この部屋。
誰？え？あなたは誰？いや、俺はその…ああ大丈夫か？おい、しっかりしろ。君が起こしてくれたんだね。え？ありがとう。僕ライムだよ。君は？え、あ、いや、あ、俺はオタル。マミはオタル。オタル？僕オタル大好き。はい。なんなんだこのマリアネット。今日は来てないな。そうか。お坊ちゃま、どうしちまったんでゲスか。オタルなんぞどうなろうと知ったこっちゃない。もうやった。そうだ、僕らしくもない。何をムキになってるんだ、あんな生意気なやつ。どうなろうと構わない。なのにこの心の焦燥感は何なんだ。坊ちゃま、明日の飯代どうしよう。ねえオタル、どう？ああ、似合ってる。褒められちゃった。褒められちゃう。締めて105問点数。消費税は負けてくれよ。似合ってるよ。水たまりだ。確認、うん、うん、うライブ、ありゃ花形の自動化を。大丈夫かライブ。オタルが似合うって言ってくれたのに。ライム、許さない。おい、ライブ、鬼は番バイコウ。同じく玉三郎。ジャポネス侵入の目的は何だ。話す気はないようだな。ではデータを解析するまでだ。おとなしくお縄につけ。いやいや、しつこいやつだな。しかしこの三剣花形三千神器のフルパワーについてこれるか。おりゃー、ちょっとライムのやつ、どこまで行ったんだ。いや、オタル、ヤッホー。おい、何やってんだよ。おのれ、マリオネットのくせに生意気な。花形、てめえよ。ライブ！てっ！よーち！
せっかくオタルが似合うって言ってくれたのに許せない。花形、とりあえず謝れ。バカコケ、なんでマリオネットに頭下げなきゃいけねえんだ。だいたい何なんだそいつは。プログラムにバグでもあるんじゃないのか。いや、それが水鏡だな、オタル君。そんなポンコツ手に入れて。僕ポンコツじゃないもん、ライムだもん。追跡目標、自爆しました。よし、帰還せよ。よい。おい、花形、何やってんだよ。逃げるぞ。ここ腰が。なぜ僕がこんな目に。どんな問題。すげえ、こいつただのマリオネットじゃ。おいライム、どうした。ライム、おい、どうしまったんだよ。なんだ、ただのエネルギー切れかよ。心配させやがって。それにしても笑ったり怒ったり、このマリオネット一体どうなってんだ。寝言まで言うか。ボタル大好き好き好き。まあいっか。